なんか旅行カバンみたいですね。ねかっこいいですね。これテントですもんね。テントです。旅行カバンじゃないです。ブラコのラーの R ちっちゃくないですか。そこの R 違う。これはちょっとちっちゃいです。じゃあちょっと開けてもらってもいいですか。あ、はい。話しちゃう。俺が開けんのみたいなリアクションでしたけど。ペグって言って、まあちょっとこれサンプルなんで少しあのこういう杭。うわ、全部入ってる。はい、全部入って。すげえ。でこれがメインのフレーム。うわ、すげえ。でこれが実際のその屋根とか側ですね。フライシートって呼ばれるものがこれです。で商品はもっと綺麗に畳まれて入ってるんで。そうですね。はい、今日はジェイズさん用にガチャガチャのやつも。ここから行くんですか。はい、これをね、骨組みじゃないんだ。これに骨組みを入れていくんで、あ、ちょっとこれを広げてください。適当でいいです。これあのロープでね、こう繋がってるんで、普通にこう伸ばしてもらうと、これ迷うことなくこう伸びますね。これマジシャンみたいですね。そうですね、結構歴は長いです。はい、なんでマジシャン歴の話してるの。はい、すみません。ここにこう突き出してください。はい。おお、そう。そしたらこれぐーっと押していくと、こう膝ちょっとどけてもらえるんですかね。はい。これ押していくと、あー、抜けちゃう。早い、早い。そしたらこっちにもあるんで、あー、はい、あ、そういうことですね。ここに入れてください。ここ入れなくていいですか。そこはあの、うん、入れてください。入れてください。ここも入れちゃってください。めちゃくちゃ、え、これ大丈夫ですか。硬いじゃないですか。だからこれ先入れちゃダメなんですよ。これ先やっちゃダメです。これあの、すごいしなるんで、こういうふうに。うわ、しなっ、はい、だからこれギューッとやって、押さえた状態で。これが怖いなと思った、さっき。怖くないです。あ、もう入れちゃって、もう入れちゃって、今今入れて、よかった、はい、楽しいっす。本当ですか。よかったです、なんです。全然、なんか説得力がないできました。声だけはいいね。これを、あのスリーブってことで、はいはいはい、これ、あのそしたら、ここの角度に対してペグはこうじゃなくて直角に行きたいです。うーん、こういうふうに、このぐらい、はい、打ち込んでもらいます。そしたら打ち込んだら、はい、これちょっと緩いですね。そうです、ちょっと緩いですね、はい、なのでこの金具をちょっとこうテンションをかけてあげる、はい、このペグもさ、ちゃんとここで止まるようにこうなってるんですね。紐が、だからここもこれで止まってますもんね。そうですね、ここで、はい、おしゃれですね。自画自賛ですね。そうなんです。でもいいと思います、はい、自社をね。そうです、自社のものを大好きだ、愛してるんです。いいでしょう。すみません。はい、ということで、キャンプ場に来てますけども、キャンプといえば何ですか。カレーです。はい、今日は助手に山田裕介という、人間を使っております。今日はですね、す、キャンプといえばカレーということで、カレーを作ってきます。男のカレーです。なんかある。今日はですね、大谷淳に普段僕が、いろいろやられてるので、とっくりで餃子の中に大谷淳が大っ嫌いな納豆を入れて、そのリアクションを見て、今日の大谷淳はどうだったのかということを、やっていきたいと思います。これからじゃあ納豆入りの餃子を作りたいと思います。中に肉じゃなくて納豆だけ入ってるやつを食わせるみたいなやつじゃない。そういうのに、そういうので、俺らは普通のやつだ。餃子の皮、餃子の皮かけるセラさん、フライパンなくね。餃子を作るの。そうですね、苦しめてやろうっていう気持ちが違って、持ってます。
完成しました。でハンマー打つときはこっちから打った方がいい。振り子の角度が取りやすいんで。あ、こういうことですね。はい、そうです。はい、そのぐらいですね。はい、 こっち側からちょっと待って。アシスタのところ土緩そうですね。そうですね、はい、しっかり打ち込んでおきます。はい、張り方完璧じゃないですか。そうなんですね、はい、これでこっち側からやれと。そうですね、さっきなんか言われたんで。はい、なんか言わ、本当口答えがひどい。偉そうに、本当に、はい。ジェイズラーニングのはずなのに。ラーニングの気持ちに。いやいや、めちゃくちゃ学んでますよ。本当ですか。すごい。はい、これで。かっこいい。完成です。完成。はい、おー、すごい。これでも、これここまで組んで、こっから片付けるって考えると超優等じゃないですか。でこっから自分たちご飯ってなったらやっぱりカップラーメンになっちゃう。そうなんです、カップラーメンになっちゃうんです。さて、はい、テントも立ちました、はい、うん、次はこうですね、はいはい、テント、テントかっこいい、かっこいい。さあ、雨もちょっとずつ降ってきてます。はい、そんな中、そうですか、焚き火をやろうかと思ってます、はい、新しい村子ギア、これリアルの折りたたみ傘だと思いましたもん、ね、はい、これか。これをこっち閉めるともう固定できるんで、こっちも、はい、閉めてもらって。なるほど。でこれを引っ掛けて、はい、で薪置いて火つけて、はい、OK です。え、この上に乗っけて大丈夫？燃えないですか、これ？これ燃えないです、燃えないです。はい。薪持っていきました。はいはいはい。これじゃない。じゃない。まあ広葉樹なので、あのこれ日持ちが非常にいい薪ですね。火がつきにくい。はじめ。なんでこれまあちょっとこの間キャンプ場で買った多分杉かなんかの。の端材なんですけど、これこのままいけちゃうんだ。このままいけちゃいますよ。すげえ、はい、でこれちょっと火をつけますが、はい、使わないんですね。もうこれじゃつかないんで。つかないですか。はい、これじゃもう 何分やるんだっていう、このカチカチを。ここじゃない、ここ火つけんじゃない。あ、そうですね、ここ火つけるとこれはテントが倒壊するんでダメです。はい、次。はいはい。はい、じゃあこれ一旦ここに僕座ります。はい、はい、すいません、はい、はい、すいません。これ火つけましょう。はい、そうしましょう。はい、じゃあこっからまずジューッ。はい、次。これ、そうそうそう、これいきましょう。これね、これ、え、すごい、うわ、そんだけ当たって燃えない。これ大きな、せーい。これこのまま直で、はい、直火でバッて行っても、はい、このシートは大丈夫なんですね。これは一応耐熱のシートなんで、まあ、1200度ぐらいまでは大丈夫です、ほらこれでもうついちゃいました。もうこれでいいんです。だからあんまりこう考えないで、もうこういうの使えばいいんです。一番楽です。でこれでほら座ってね、こうやってこう語らう時間があった方がいいわけじゃないですか。これ見てください、リーダー完全に目が点ですよ。こういう風になるんですよ。もうちょっとしたら語り出しますか。はい、語り出しますよね。いや僕もね、いろいろと考えたんです。まだ早いですね。まだ早い。語らせたでしょ。すいません。いやもうね、辺りもすっかり暗くなりまして、ねね、何よりもお二人が一生懸命作りましたよ。作ってくださいました。美味しそうですね。できました。カレーがね、できました。ですね、なんかこうキャンプといえばみたいなとこありますよね、うん、はい、じゃあ早速、はい、いただきたいなと思います。いただきます。いただきます。いただきます。普通に食べていいですか。いや、もちろんもちろん、いい普通のお腹すきました。はい。うん、あ、普通にうまいな、うん、うまい。ちょいからね、ホテルのカレー、なんかここら辺を目指しました、うん、はい。このスパイス結構なんかすっぽんみたいな。これすごいね。そう、餃子を作ったの、餃子なんだ。これどうなんですか、キャンプで餃子ってあるんですか。もう見たことも聞いたことも食べたこともないですね。ですよね。餃子これ作ったんですけどね、タレとかは中についてる、ね、味付いてるんです。そうなんです。おー、なるほど。ちょっと焦げちゃった。あんします。
いや、ちょっと意味わかんない。じゃあちょっといただきましょう。いただきます。納豆が入ってました。じゃあ出口いけないですよ。いけないっす。2個しかないやつ、俺と太一が似てるんで。いや怖い、マジで。痛すぎでしょそれ。あ、そうなんだ、そんな引っかけがあったのね。暗くてもう最悪だわ。2個作ったんですか？2個しか作ってない。で、2個ともここにあったんですか？1個1個です全然ダメだね。万が一食ってたとしたら俺ほんと吐いてたと思う。やばかったな。やばかったな。じゃあね、納豆好きな俺からしてもうまずい。お食事もいただきまして、うん、テントをね、後ろにございます。そしてね、この暗くなった中での火をずっと見てしまうね、これ ね。神聖な気持ちになるね、なんかね、すごい。なんかいいですね。いいですね。最初に僕ね、キャンプなんてと、悪態をついていました。ずっと言ってましたもんね。やってみた結果、面白い、いや楽しいですよ、本当に。テント立てるのも楽しいし、でこの焚き火もさ、なんかちょっと今までと違う形じゃない、こういったものでできるんだっていうのもあるし、あの村上さんがおっしゃってるような、あのミニマムで楽しむこともいっぱいできる、まあそういうにいろいろと幅があるっていうものが、このキャンプの良さなのかなというのは思うんですけど、初心者の方々にもこういったアウトドアの良さっていうのはやっぱどん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 広げていきたいなっていう感じはあるんですか？そうですね、まあね、アウトドアの今業界ってすごい盛り上がってて、まあ、10年ぐらい前から比べるともう2倍半とか3倍近く業界的には、まあ、市場は大きくなってはきてますけど、やっぱりその大きくなっているので、入り口の人がやっぱ増えているっていうことなんですよね。でこれ、この入り口の人たちがやっぱり次の世代でどんどんこう、ね、入ってきていただかないと、やっぱりアウトドアの業界全体の盛り上がりっていうのは途中で止まってしまうので、あのアウトドアって楽しいね、やってみようかなっていう思わせるような仕掛けとか、まあ、商品とか、まあ、ブランドのこう動きとか、まあ、そういうのはあの業界全体で取り組んでいかなきゃいけないことかなとは思ってますね。今回、はい、ジェイズラーニングということで、いろいろなアウトドアのいろは、教えていただきました。まあ、一人一人ね、いろいろなことをやらせてもらいましたけれども、一人ずつ感想とか、はい、今日、まあ、何を学んだかっていうのをね、一人ずつちょっと言っていってみようかなと思います。はい、何でもそうなんですけど、一歩目がこう難しいんだろうなとか、お金かかるなとか、余裕ないなとか、いろんな自分でこうハードルを作っちゃって、でもあの何度も途中村上さんが、いやいいんだよいいんだよと、だからこうたくさんの経験をされた方が結局行き着くのは、できればいい、それを楽しめばいいっていうところは、多分何でもそうなんだろうなっていうのはすごい勉強になりましたね。ああいう鉄板とかでお肉をこうダーって雑に焼いて、あもう焼けてるから食おうぜみたいな感じで食べるのって美味しいっすね。焼肉屋さん行くのもいいですけど、やっぱりこうダーッと焼いて外で食べるっていうのがいいなと思いました。やっぱこ あの自然な雰囲気で、であのこの5人でこの同じ空間をこういう神聖な火とかを見つめながらとか、あと同じ共同作業をして一つの幸せな空間を作り上げるっていうキャンプっていうのは素晴らしいなと思いました。まあなんか毛嫌いというかね、やっぱやってみないで否定するのは良くないよね。でやった上で否定していこうかなっていういやでも本当に楽しかったなと思いますよ。まあ、僕たちも、まあ、こういった番組でいろんな方々と出会って、まあ、こういう風な魅力をさ、自分たちも知ったわけじゃない。でこれを、まあ、テレビを通じていろんな方々に伝えるとともに、こういった魅力をね、自分たちからも発信できるようにね、これからもやっていきたいなと思いますので、もしあのこれからもあのいろいろとちょっとご相談させてもらえればなと思います。おめでとう、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。